シャブ業は普段巫女さんたちの神事を手伝っています。それと舞踊などの芸に関わる管理も。家の教えにより幼い頃から礼儀作法書が茶道剣術を学んできました。外国の施設のおもてなし、お疲れ様です。ええ、あなたもご苦労様です。これは…ええ、祭りで被るお面です。ほら、もうすぐ開催されるでしょ。奉行府に戻るとしばらくは楽にできますね。このお面、いつお買いになられたのですか？しかし、上里家の長女として。はっ、もちろん お祭りには行ったことがございます。では、お互いに身分を隠していきませんか？